檜山本編実況スタート。視聴者様の思いを反映するチャンネルでありたいということで、まずは日頃からメッセージの数々ありがとうございます。いただいたお話とキャラ人気ランキングを踏まえて檜山本編に手をつけることを決めました。全員のリクエストを汲み取りきれていなくてすみません。順を追って叶えていければと思っております。で、檜山さんは情報屋レベルのリーダーで不動産王まで成り上がった男だよね。セレブになれた今も貧乏時代に良くしてくれた故郷を忘れずにいて、その温かい人間性も魅力の一つです。あとね、これまで実況してきた本編キャラとつながりが深いことも檜山本編実況を優先した理由で、レベルメンバーはもちろんだけど服部さんとの関係性も深そうなんだよね。そのあたりも掘り下げつつ、男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。麻薬 G メン、マトリを務めるヒロインにクソガキユイと名付けて今日もプレイするわけですが、このクソガッキーはスタンドという捜査チームのスカウトマンでもありまして、檜山さんをスカウトした直後という世界線でお届けです。つまりメインストーリーシーズン1から分岐したストーリーということになるね。そのあたりの話も補いながら実況できればと思っております。早速物語に入っていきたいところですが、その前にまずはこちらをご覧ください。どうぞ。プロローグは他のレベルメンバーと同様とのことなので、画面2番目の項目、金木犀の香りに誘われてから見ていきます。あらすじはこのようになっております。レベルが情報屋を始めた頃、彼とあなたは実は出会っていた。香りとともに彼の心に色鮮やかに残る金木犀の思い出って、彼目線でお届けする彼とあなたの前日談というわけでご覧いただきましょう。どうぞ。クソガキに一日手伝いを頼んだ日から数日後、いつもより少し早く目が覚めた朝、様子見ついでに庭を歩いていると、不意に金木犀の香りが風に乗って届いた。ああ、うちのも咲いたか。なんとなしにその木の植わっている方へ足を向ける。思った通り、ツヤツヤした緑の葉の合間を縫うように小さな花が開いていた。やっぱり思い出せないな。折に触れてふと思い返してきた記憶。あの日出会ったはずの彼女の顔は相変わらずぼやけている。あれだけ印象的な出会いだったのに不思議なものだな。うん、何かあったんでしょうね。あれは数年前、メンバーが全員大学を卒業し、情報屋として大きな仕事も受け始めていた時期のこと。回想シーンに入るかな。だからその方法じゃ危ないって言ってんの。また始まったか。じゃあどうするの、このまま諦める？別のやり方考えればいいじゃん。なんでそこにこだわんの？むしろなんで神楽がそこまで意固地になるのか知りたいんだけど。マキだって慣れてきてるし、むしろこのぐらいやってもらわないと今後困るんだけど。いちいち揉めんなよ。俺なら平気だし、羽鳥のやり方でいいって。ケイちゃんだからとかじゃないから。そういう強引なことやってたら絶対いつか大きい失敗するって言ってんの。慎重派だね、神楽は。当たり障りない言葉選んでも見下してんの見え見えだから。ほんと羽鳥のそういうとこどうかと思うよ。もういい、やめろ。はあ、短く言い切った俺の言葉の後にマキのため息が続く。それを合図にするように神楽が乱暴に立ち上がった。そのまま黙って歩き去っていく神楽の背にもう一つ大きなため息がマキからこぼれる。子供か。言ってやれ。ごめん。神楽の後をマキが追うのを見送りながら、羽鳥はわざと悪びれないふりをするように大きく伸びをした。でどうしよっか。この件は俺が引き受ける。お前も神楽も
マキも触らなくていい。ああ、またそれ。どこか諦めたような表情でハトリが失笑する。まあ、一番信頼できるのは自分だろうし、いいんじゃない？お前たちを信頼してないわけじゃない。そんなこと一言も言ってないけど。じゃあ俺も帰ろっかな。また面白い話あったら声かけて。上辺だけの笑顔を俺に向けて、ハトリも席を立つ。何事もスムーズにうまくいくとは思ってない。誰が悪いわけでもない。衝突しながら少しずつチームになるしかない。言いたかった言葉と言わなかった言葉を一思いに飲み込んで、俺は店を後にした。お兄さん役も大変だね。店を出てからもすぐに帰る気になれず、少し夜風に当たろうと静かな通りを当てなく歩く。しばらく行ったところでふと香った甘い匂いに顔を上げた。金木犀か。見上げた先では金木犀が綺麗に花を咲かせていた。目的なく歩き回ることにも少し飽きていたこともあり、向かいのベンチに腰を下ろすことにする。ぼんやりと考え始めたのはやはりレベルのことだった。まあバラバラになっちゃってますもんね。問題はハトリとカグラの衝突だけじゃない。極端に自己犠牲に走るマキにも何かしらの働きかけが必要だ。4人がうまく噛み合って効率的に作用するには。考えが行き詰まり目を伏せかけた瞬間、こそ、うわ、危ない。誰かが突然目の前の金木犀の木の間から飛び出してきた。危ないのはそっちだ。とっさに抱き止めようとしたものの、思いのほか勢いがついていた彼女の体は俺を後ろの茂みに押し倒す形で倒れ込み、やっと止まった。すいません、これがヒロインとの出会いだったんだね。髪に金木犀をつけたまま俺の上でうめくように言ったお嬢さん。役日だな。まあいろいろありましたからね。俺はひっそりとそう心の中でつぶやいた。これから過ごすひとときが自分にとって忘れられないものになることを知る由もなく。怪我がなければどいてもらおう。すいません、今すぐに。にゃあにゃあ。弾かれたように飛び起きた彼女をよく見てみると、その腕の中に灰色の塊が見えた。あの、友達の飼ってる猫が脱走しちゃって、私が不用意にドア開けたのがいけなかったんですけど、でもこの通り捕まえたのでお騒がせしてすいません。あ、そうか。聞いてもいないこと早口で一気に喋ったお嬢さんは、俺の相槌に少しほっとした顔をしてそのままどこかへ電話をかけ始めた。うん、大きい公園の前、今捕まえたから。でもごめん、ちょっと帰り道が分かんなくなっちゃって。ありがとう。じゃあここで待ってるね。ここで待つのか。せっかく見つけた場所だけれど、このせわしないお嬢さんの隣で考え事は難しそうだ。諦めて帰るかと立ち上がろうとした瞬間、スーツの裾を掴まれた。まだ何か？すいません、静かに過ごされたところをお邪魔して。私はそのうち立ち去るので、どうぞごゆっくり。ごゆっくりできなさそうだから立ち上がったわけだが、しかしふと時計を見ると22時を過ぎている。こんなところに女性が一人でいて安全と言える時間ではない。薬味ついでにこのお嬢さんが何か事件に巻き込まれでもしたら、さすがに夢見が悪いな。少し考えた挙句、黙って腰を下ろす。人がいいね。すると彼女も安堵したように、少し離れた隣のベンチに猫を抱えて座り込んだ。顔はよく見えないが、あいつらと同い年ぐらいか。勘がいいね。まあ、まさにマキ君とカグラさんと同い年の年齢になりますね、ヒロインは。それにしても年頃のお嬢さんがこんな時間に猫を探して垣根に突っ込むとは。鳴り出した携帯の着信音に携帯をポケットから取り出す。ハトリか。
もしもし。あ、もしもし、檜山、今いい？あ、どうした？ちょっと考えたんだけど、俺レベル抜けようかな。羽鳥の言葉に一瞬絶句する。なぜそうなる？いや、だってやりにくいでしょ。俺も何か面白そうだからってだけで始めたことだし、もういいかなって。ふざけるな。しまった。怒鳴ったわけではないけれど、いつになく鋭くなってしまったその言葉の裏の感情を羽鳥が見逃すわけがなかった。珍しいね、イライラしちゃって。うまくいかないのがそんなにストレスなんだ。煽ってくるね。いや、そうじゃない。今はお前の物言いに腹が立っている。あはは、それは申し訳ない。でもお互い様だから、羽鳥くんも苛立っているってことね。何がだ？少しこぼれてしまった苛立ちはもう引っ込めることができない。荒っぽくぶつけた言葉に返ってきたのは、今までほとんど聞いたことのない苛立った羽鳥の声だった。一人で大人ぶってないでさ、言いたいことがあるなら言えば。中立守るためなのはわかるけどさ、言い合いになってもすぐ黙るし、うまくやれれば何でもいいの。挑発に乗ってはいけない。これが羽鳥のやり方だ。煽って感情的にさせて自分のペースに持っていく。冷静に分析してるね。個性も意志も強い奴らをまとめるには、メンバーの言葉に流されてはいけない。本当にそう思っていたら、そもそもお前たちとやっていない。ほら、やっぱりうまくやれてないと思ってる。羽鳥、いい加減に。俺は。俺の言葉を遮った羽鳥は一呼吸置いて言った。檜山の考えてることを分かろうと努力はするし、できる限りのことはするつもりだけど、余計なお世話ならいつでもやめるから。まあ羽鳥くんとしてはね、お兄さんでもあり弟でもあるようなポジションだからね。話はそれだけ。それじゃ。そのまま電話は切れた。そんなわけないだろう。不快感も苛立ちも全部切り捨てるつもりで深く息を吐く。切り替えられないまま舌打ちをしそうになった時、隣から探るような声がかかった。あの、喧嘩ですか？よく話しかけられるね、この悪い空気感で。え？あ、すいません。あの、激突したお詫びに、もし愚痴とか何か、何でも吐き出したいことがあれば聞きます。何を言い出すかと思えば。私のことは喋る屋上か何かだと思って遠慮なくどうぞ。屋上？言いたいことを吐き出す定番スポットかなと。あ、いえ、そんなことはどうでもいいんです。すいません。とにかくもう二度と会うこともない相手になら言えることもあったりしませんか？ああ、後腐れない相手だからこそっていうのは確かにあるかもね。無遠慮で強引でよくわからないことを言うお嬢さんだが、もう二度と会うこともない相手か。大したことじゃないんだが。いいんです、いいんです。私も日々の悩みの9割くだらないことですし。まあいいか。まあくだらないことっていうのはね、他人に言われることじゃないからね。なんか謙遜で言うことですよね。友人と少し行き違いがあって、彼女の勢いに乗せられるように、俺は見ず知らずのお嬢さん相手に今日あった揉め事のことを、仕事のことを伏せてポツポツと話した。まあ情報屋ですからね、この辺の管理は上手に伝えるんでしょうね。我の強いのが一人、自己犠牲の過ぎるのが一人、それからもう一人は羽鳥と神楽、マキがどんな人間でどんな風に揉め事が起こるのか、それをいつもどう仲裁して今日何を言われたか。面白い話でもないだろうに、彼女は
膝の上の猫を撫でながら真剣に俺の話に聞き入っていた。なるほど、聞き上手なんだね。一通り話を終えたところで彼女は噛みしめるようにそうつぶやいた。勢いで余計なことまで話してしまったが、こんな話聞いたところでコメントに困るだろう。すまない、どうでもいい話を長々と。あ、いえ、とんでもないです。なんていうか、今の話を聞いただけの私が偉そうなことは言えないんですけど、お兄さんがその友人の方たちを大事に思ってるんだなってことがすごく伝わってきました。え？あ、友人というか仲間ですね。仲間？あいつらには伝わらないのに。うん、仲間とでも思ってるんじゃないかな。みんなが言葉に出さないだけでどうなんでしょうね。別に特別なことを言われたわけじゃない。やけに熱っぽく語られた弱音に対する無難な返答とも言える。けれど俺はこのお嬢さんの放った一言に重かった呼吸が少しだけ楽になった気がした。伝わるだろうか。え？君に伝わったように仲間にも。彼女に尋ねて何になるんだ。自分でも呆れてしまうような無意味な質問。それに対して少し考える素振りを見せた彼女はやがてあっけらかんと言った。それは私にはわからないです。正直に答えるね。わからない？うん、伝えたいと思って伝えたことは伝わると思うんですけど、私はお兄さんのこともお仲間さんのこともまだよく知らないので。ともすれば投げやりにも聞こえる彼女の回答。けれど俺はとても誠実に感じた。冷静に捉えていくんだけどね。伝えたいと思って伝える。でも伝わるといいですね。暗闇の向こうにかすかに見えた笑顔、それが意外なほど好ましいことに少しだけ心臓の鼓動を意識する。今日は妙に調子が来る。ありがとう。どういたしまして。あれですよね、意外と何も知らない人に話した方が見えてくることってありますよね。あ、別に自分で自分を持ち上げるわけじゃないんですけど、まあでもこれは確かにあるかもしんないね。利害関係があったりするからね、普段関わる人たちっていうのはね。わにゃ。あ、彼女の方から駆け出してきたこの猫を反射的に捕まえる。うわ、ナイスキャッチ。あ、じゃなかった、すいません、ありがとうございます。いや、手が届いてよかった。俺の手から猫を受け取った彼女の顔は街灯の逆光でやはりよく見えなかったけれど、その髪に小さな花がついたままであることに気づく。さっき飛び出してきた時のままか。花が髪に。え？どこですか？もう少し下、耳のあたりの、もう少し右。じれったくなり、そっと手を伸ばす。耳元にね。ちょっと失礼。ここだ、取れた。あ、ありがとうございます。パッと顔を下げ、元いたベンチに戻っていく彼女。それから間もなくして迎えに来た相手と一緒に去っていった。とんだ目にあったと思ったが、第三者の視点か。考えてみれば他人の言葉に惑わされず揺るぎない意志のことばかり考えていた。でもあのお嬢さんの言うように、客観的な視点からこそ見えるものがあるというのは紛れもない事実だ。今までのスタンスを否定したり捨てる必要はない。でも俺が思うよりも大切なのかもしれない。人の話に耳を傾けることも、伝えたいという意志を持ってきちんと伝えることも。歩き去った彼女の姿はもうどこにも見えない。いいヒントをもらっちゃったね。まあ、まさかね、ヒロインも檜山不動産の社長と喋ってるとは思ってなかっただろうけど、俺もゆっくりと立ち上がり、金木犀の香りだけをそこに残して帰路に着いたのだった。
あの時の笑顔、逆光ではっきり見えなかったが、少し似ているかもしれない。数日前、この庭で奮闘していたクソガキの姿がなんとなく記憶の中のお嬢さんと重なる。そういえば背丈も同じくらいか。髪の長さも。まさかな。ありえない過程に自分でも笑ってしまいながら、俺は屋敷へとギビスを返したのだった。まあ、この辺情報屋の力でなんとか調べられないものですかね。その夜、まあ、回想シーンが終わりまして現代に戻ってきました。だからそういう無鉄砲なのが嫌だって言ってんじゃん。まあまあうまくやってくれるってね、マーキー。俺かよ。あれから数年、穏やかな顔で見守るようになったね。何が変わって何が変わらなかったのかは定かではないものの、レベルは不思議なバランスで今もこうして存在している。一人一人が時を経て大人になったといえばそれまでだが、あの日の彼女との出会いが俺に風を通していなかったら、少なくとも羽鳥はここにいない。縁というものがもしあるのなら、俺はいい縁に恵まれているんだろう。ん？っていうか檜山くん、なんか今日機嫌いいね。そうだな。お？昔のことでも思い出してた？勘がいいね。お。金木犀の季節だもんね。何それ？ん？別にこっちの話。お。まだ覚えていたのか。まあ、羽鳥さんにとってもターニングポイントだったんでしょうね。すいません、お待たせしました。足音とその声に振り返ってみれば、髪を乱し息を切らしたクソガキが立っていた。遅かったな。実は目の前で一本電車を逃しまして、隣駅から走ってきたんですけど。マジかよ。信じらんない。君本当に女の子？まあ、そういう発言現代的には良くないかもしれないけどね。でもそのぐらいびっくりしちゃうね。まあまあ、ゆいちゃん何にする？まあ、走ってきたなら喉も渇いたでしょう。あ、私経過陳酒で。え？なんだそれ。金木犀のお酒だよ。好きなの？普段はあんまり。でもさっき走ってる時に金木犀の香りがして、バーカウンターにちょうど経過陳酒の瓶を見かけたので、これは飲むしかないなと。これも縁かもしれないな。いい笑顔。え、檜山さん今笑うところでした？ああ気にしない。なんか今日檜山機嫌いいんだよ。居心地のいいこの場所、そして今このメンバーといられるのはあの日の助言のおかげとまで言うつもりはないけれど、でもヒロインが救世主になったのは間違いないね。いつかまた会えたら礼を言わなくては。今度はきちんと顔を見て。後々明らかになるんですかね、この辺の話。クソガキのグラスからほのかに香る懐かしい匂いに、俺はそっと金木犀の君に思いを馳せたのだった。目の前にいるんですけどね。 To be continued。 というわけで、檜山本編の序章として金木犀の香りに誘われてをご覧いただきましたが、いかがでしたか？次回からは第一章、かぐわしの紳士は君に心寄せてを見ていきましょう。金木犀の彼女にはすでに好意を抱いているところから始まるストーリーということで、その彼女がどうヒロインと一致するのか、それに気づかない間もどうヒロインと関係を築いていくのか、気になるところではありますが、そんな様子も引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解いていく形で乙女ゲーム実況をさせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。